フランク・アルバート王はアメリカのランドスケープアーキテクト、マサチュセッツ大学教授、アメリカにおける天然造園の提唱者。1918年に林務局が林のレクリエーション価値の調査の必要上、雇用したが彼は5ヶ月にわたる研究調査の報告書を提出。これはこの分野における最初の公式研究として注目すべきものである。 昭和の初めに本にも来遊したこととがある。王は、ウィスコンシン州、渋ン生まれ。しかし、彼が受けた教育と経歴は、出身地から遠ざけることになります。王は1891年に、BS 学位をカンザス州立農学校で獲得し、その後の MS を、オクラホマ州立農業機械大学で1893年に獲得。 その後カンザス州トピーカ、モンタナ州、ヘレナ、コロラド州デンバーの新聞業界で働いていました。1895年には、ランドスケープアーキテクチャーと園芸学の大学院研究がヨーロッパから、コーネル大学、そして最後にバーモント大学で始まる。彼はマサチューセッツ農業大学、現在マサチューセッツ大学アマースト校に進学。 家庭終了後母校に勤務し1903年には農業部門長となる。米国ではその種の学術は第2のプログラムに過ぎませんでしたが彼はアメリカの造園士を正式に認めさせた最初の実務家の一人でした。フランク・ウォーのランドスケープガーデニングの本はその分野で古典的書になりました。ランドスケープガーデニングは 非常に素晴らしい芸術ですという文章で各版が始まります。彼はデザインの一般的な原則をカバーして3つの基本的なスタイルを論じます自然の建築の、そして絵のような、と。本は著名となり時代の例と解決策の間のバランスを達成したことで称賛されました。王が撮影した本に含まれている風景写真はヨーロッパと日本から アメリカ合衆国のユニークな地域まで及んでいます。彼のテキストでは地域の草場などいくつかの植物のリストが含まれています。ウォーが熱心な活動範囲は技術的園芸の著作を持つ雑誌記事や作家業、ランドスケープアーキテクチャ、教育、園芸そして社会活動に及んだ。ウォーのメンター、アンドリュー・ジャクソン・ダウニングによって共同設計されたビーチウッドは かつてはアストルの一家の邸宅で、現在はロードアイランドのニューポートにある歴史的な家の博物館です。棒に影響を与えたウィリー・ラングによって設計された1920年頃のベルリン・万ン地区の庭園。当時の社会運動は自身の人生とキャリアに大きな影響を与えました。南北戦争時代には天然記念物を保存するという概念が 際立たせていた。この運動は、1864年6月30日に、ヨセミテ渓谷とマリボサのビッグツリーグローブの保護活動は、議会からの助成金で開始。主に自然の風光明媚なために選定されたこれらの新しい国立公園は、公共の用途のため風光明媚な野生の土地を確保するという20世紀初頭において、最初の先例として役立つことになる。 1917年にランドスケープガーデニングの自然なスタイルを発表。このスタイルに対する彼の主張は大きな影響を受けたアンドリュー・ジャクソン・ダウニングまで遡ることができます。ダウニングは在来植物を尊重し荒野の風景を再現する可能性について語りアメリカの在来植物への活用に貢献しました。もう一つの影響は 現代的なダウニング論者として1890年にノースカロライナ州アッシュビル近郊のバンダービルト辞書のビルトモアで大量植栽に在来種を使用し策定したフレデリック・ロー,ールムステッドであったダウニングのデザインもビスタの原則に基づいていましたブライス・キャニオンとマウント・フットのために施すウォーの風光明媚なハイウェイデザインはこの原則を表していますこれらの小道は 道に沿って順番に現れるパラグラフの眺望を特徴とし、それに伴ってよして視界に入ることを狙っている。王のデザインはまた、環境条件と組み合わせて、植物種の自然な結びつきによって特徴づけられる植栽の使用を通して、生態学の概念を取り入れていました。ドイツで学んだ後、ウォーリーラングラドイツ人の影響を受けていました。さらに、ベルリン。 ダーレム植物園の学芸員及び植栽責任者のドクター・アドルフ・イングラー及びドクター・ K ・ピーターズは土壌や排水に対応して大量植栽を行っていた。王のデザインは植生利用におけるこれらの発展によって推進されていきました。そして自分の自然なスタイルという性格が彼にとって不可欠であると信じました。 これらの要素が場所の生態学的な計画と全体的な精神の概念と一致を考慮して彼がネイティブの植生と自然の景色のための好みを開発したことは不思議なことではない。自然主義的な園芸スタイルに対するもう一つの概念的要件はオープンな芝生でした。彼は自然景観のための自然な基盤であると信念があった。 イギリスの首都にある広大な農園のようなイギリスの影響で広く開かれた芝生は最高潮に君臨。芝生協調といった成果はアメリカ中で見られることができる一方、むしろ自然主義的な象徴の大部分を失ったかもしれないが、巨大なアメリカの芝生は今日になっても人気があり続けています。こうして自然主義的なデザイナーとして知られていましたが、彼の著書、 ランドスケープアーキテクチャーのフォーマルデザインは、庭園デザインの正式なスタイルについて徹底的な知識と理解を例示しています。成形式庭園デザインでは厳格なガイドラインを必要とする設定があり、特定のサイトでは緩やかで自然主義的なデザインの概念が求められていると考えていました。自身の目には成形式なデザインは、 庭のすべての部分が対照的にバランスが取れていることを要求されます。これは非公式の園芸がバランスが取れていないということではありませんが、形式的な庭のデザインに比べ厳密に従うという左右対称と放射状対称といった形式性を書いていると見えたのです。最終的に王はランドスケープアーキテクトの先駆者であり、 ランドスケープアーキテクトの役割が国有林や公園地帯及びそれらの道路、歩道、キャンプ場、ピクニックスポットの開発に不可欠であると認識していきました。これは1917年以前の用途が主に木材生産と家畜の放牧によって特徴付けられていた国有林の観点から特に影響を与えました。こうして彼の現代的なヘンリー・ハバードともに ユニークかつアメリカ的であるランドスケープデザインスタイルの創造を促進しました。設計へ生態学的にアプローチする彼の著作は同様にユニークでアメリカの文学の面では前例のないものでした。さらに彼の大規模な植栽の研究と出版は植生の観光を通して今日表現されたのかも知れないように自然化された景観デザインのために 哲学的で実用的な基礎を築きました。1939年に死のわずか4年前に教育から引退。国森林設計に加えて、カンザス州立大学とオクラホマ州立大学を含む大学のキャンパスを設計。また同時に自然シーンの詳細なエッチングを行い、フルートを毎日演奏。妻アリスは6人の子供を設けた。 ワシントン DC で公共の彫刻をデザインしたり、米国連邦のフードスタンププログラムを発明したりするなどの成果を含め、その多くが大きな成功を収めました。彼は体の高さが5フィートを少し超える身長の小さな男でしたが、彼のカリスマ性は広く感じられ、家族、同僚、そして学生にも影響を与えました。彼の功績と影響力は、 彼の全体的な場所の印象によって非常に強く動かされました。王のデザイン及び著作は常にこの概念ハーガンドに回帰し、その結果何よりもまず風景の精神を理解するように努めてランドスケープアーキテクトを促した。フランク・エイワウのエッチングを見てアナリース・ビーショフ、ランドスケープアーキテクチャーリージョナルプランニングの准教授マサチューセッツ大学。 amherstatp.eopl.e.umas.edu. ありがとうございます。